味は何でしょう。クイズ対決、私は司会のつくもです。そして今回このクイズに挑戦するチームを紹介するわ。まずはチームサンサン。やっほーい、みんなサンサンだよ。クモリンです。今日も家族一緒に楽しく見てね。そしてチームサンサンと対決するのはチーム学研キッズ TV。 クマくん、ネズミちゃん、ラッコくんの3人よ。よろしくね。一緒に頑張ろう。それじゃあルールを説明するわ。わー、やあ、ミステリー太郎です。クモが宇宙人になっちゃった。今見てもらったのが中身が見えるビックリ絵です。びっくり絵の作り方は、紙を大きな幅で一回折って、もう一回好きなところで折り返します。そうしたら折ったまま絵を描きます。折り目の上に顔、下の方には体を描いてみましょう。できたら広げてつながるようにこうやって絵を描いて、色を塗って閉じたら出来上がり。それでどう対決するの？みんなのびっくり絵を作ってきたので、顔の中に何が隠れてるかクイズをするのです。多く答えられた方の勝ちです。面白そう。ではさらば。じゃあ用意はいいかしら。みんなもグッドボタンでみんなを応援してね。じゃあ第一問、こちらを見てください。あ、僕の絵だ。このクモリンの顔の中身は何でしょう。ねえ、僕こんなトゲトゲしてないよ。これは何だろう。このいっぱい飛び出ているのは誰かさんの足よ。部屋を片付けないと出てきちゃうかも。あ、わかった。本当に？はい、くもりん。答えはタコさんです。違います。タコさんは部屋に出ないでしょ。足いっぱいあるじゃん。はい、くまくん正解。答えはクモでした。正解者にはびっくりポイントをあげます。悔しい。じゃあ第2問、今度はこのサンサンの絵を見てください。なんかすごいボロボロなんだけど、このサンサンの顔の中身は何でしょう。体がちょっと緑っぽいような。ラッコくん早いですね。ふう、ピーマンじゃありません。なんか見たことあるような。じゃあヒントでこのサンサンに話を聞いてみましょう。ヒントをみんなに教えてあげて。このネズミちゃんの絵を見てください。このネズミちゃんの中身は何でしょう。今までよりすごい難しい。見ただけじゃわかんない。じゃ
ゃあこんな時は電話チャンス。電話チャンス？物知りのパンダ博士に電話をしてみましょう。チームごとにヒントを聞いてみましょう。まずは学研キッズ TV チーム。もしもし。ん？聞こえないな。おや？誰もいないみたいじゃな。なんと電話が終わってしまいました。そういうこともあるさ。次はサンサンチームです。もしもし。よう、何か知りたいことはあるかい？クイズのヒントください。うむ、この絵のヒントはズバリ足元をよく見るんじゃ。あ、足の色がネズミちゃんと違う。それに、なんか下に落書きがある。答えはすぐ近くにあるかもしれん。わかった。はい、サイさん、このネズミちゃんの中身はラッコくんだ。正解。ネズミちゃんを頭に乗せたラッコくんでした。はい、びっくりポイント獲得。さすが。じゃあ最後の問題よ。最後まで頑張るぞ。ではこのクマくんの絵を見てください。このクマくんは一体どうなるでしょうか。最後のクイズはヒントなしよ。見たところ普通のクマくんだよね。はい、ネズミちゃん。違います。はい、バナナください。なにそれ。なんてお腹すいちゃったもん。はい、時間切れ。正解ははどうなるでしょうって言ったのよ。ちゃんと聞けばよかった。じゃあこの対決の優勝チームは2ポイント獲得のサンサンチーム。やったー。どんな問題で、あれクマくんたちはびっくり絵に夢中みたいね。クマくんたち、改めてみんなに挨拶しましょう。クマくんたちは学研キッズ TV で楽しい動画をいつも出しているわ。みんな概要欄をチェックよ。僕たちも見る。
これじゃ寒いし丸見えだし全然おしゃれじゃないじゃん。わがままだな。お家は私が作るからサンさんはご飯を取ってきて。はい。無人島生活だ大丈夫かな。さてお家を作るぞ。まずは山に材料を取りに行け。道にゴミがいっぱい落ちてるよ。うん、そうだ、ゴミを使って靴を作ろう。何か使えそうなものはあった。新聞紙、これを広げてまず真ん中に向かって2回折るよ。折った方を上にしてひっくり返したら3分割に折って片方を内側に入れる。ここもこんな風に中に入れてひっくり返して同じものを2つ作ったらじゃーん、スリッパ。これで足を怪我しなくて済む。よし、何か材料は、あそこに木材が落ちてる。これで素敵なお家を作るぞ。サンさんを驚かせちゃおう。釣れないな。はあ、このままじゃご飯が食べられないよ。せめてカバンの中に食べられるものは。ペットボトルしか入ってない。これじゃご飯にならないよ。ペットボトルで何か、あ、そうだ、これでお魚を取る仕掛けを作ろう。ペットボトルをこんな風に3つに切って片方を逆にして差し込もう。ここに穴を開けて紐の取っ手をつけたら完成。罠、ここに石と餌を入れて川に仕掛けたら準備完了。ここから入ったお魚さんは出っ張りが邪魔になって出られなくなっちゃうんだ。あとは待つだけでお魚が取れるよ。待ってる間に使えそうなゴミを拾ってかよ。何が取れるかな。カニだ、カニさんが取れた。これならグリルも褒めてくれるよね。よし、早速自慢しに行くぞ。ただいま。あ、サンさんおかえり。とってもいいものが取れたよ。プリルはどんなお家を作って、すごい、窓も扉もある。すごいこだわりだ。ない、あれがない。あれ、プリルどうしたの。僕カニ取ったんだよ。見て見てプリル、カニ、カニ。お風呂がない。うわあ、こんだけ働いて汗まみれなのにお風呂に入れないとか耐えられない。お風呂、確かに無人島にお風呂はないけど別に1日くらい入らなくても。お風呂に入らないなんて無理、超ありえないんですけど。うわ、落ち着いてプリル、暴れないで。さっき使えそうなゴミを拾ってきたんだ。これでお風呂を作れないかな。段ボールとビニール袋、これでどうやってお風呂なんて。あ、いいこと思いついた。段ボールにビニール袋を入れてテープで留めればお風呂の完成。ここにお湯を入れれば完璧。わあ、すごいよプリル。サンさんもありがとう。お礼にこのカニは私が調理してあげる。ご苦労であった。うん、それじゃあ僕はお湯を沸かすための薪を取ってくるね。山の方に木の枝が落ちてたよ。わかった。よし、早速枝を探すぞ。うわー、雨だー。どしよう、何
んな風に線を引いて、線に沿って切って、ここをこんな風に結んだら、レインコート!これで雨もへっちゃらだ!枝を集めて、早くプリルのところに持っていこう!プリル!枝を持ってきたよ!サンさん!なんでそんなびしょ濡れなの?雨が降ってきて濡れちゃったんだ!でも枝を持ってきたよ!サンさん!サンさん、ありがとう!さっきはわがまま言っちゃってごめんね。お風呂はサンさんが先に入っていいよ。本当？ありがとうプリル。じゃあ早速。その前にお腹空いちゃった。じゃあご飯が先だね。今日のご飯はカニご飯だよ。やったー！いっぱい食べてここから脱出しようね。うん。さん、さっき川に行ったら牛乳パックが落ちてたんだ。昨日の雨で流れてきたみたい。これで船を作ってここから脱出しよう。本当？やったー！牛乳パックを半分に切って、側面に割り箸をつけるよ。もう一個牛乳パックを使って三つに分けたら、この部分を船に乗せる。余った牛乳パックの輪っかをこんな風に折り込んだら、輪ゴムを引っ掛けて割り箸に貼れば完成！牛乳パックの船！ここの羽が回って水の上を進むんだよ。これでここから脱出できる！よかった！サンさん、いろいろありがとう！こちらこそ！よし、じゃあ海に出発！こうして二人の無人島生活は終了したのであった。これを見ているみんなもサバイバル知識を身につけて、もしもの時に備えよう。サバイバル生活してみたい子はグッドボタン。プリル！
一緒に行くよ。よし、出動だ。うん、お腹痛いよ。助けて。大丈夫？足りる？すごく震えてる。そうよ、痛いよ。今から助けてあげるからね。くもりも手伝って。うん。このドリンクを飲んで体の中に入ろう。僕のヘンテコ動物さん、マグマちゃん。変なの。
問題じゃ。あと、まだあるんだ。すごい、たくさん作ったんだね。はい、ドーン。なんじゃこりゃ。カエルさんとアフリカゾウさんとキリンさんを混ぜたよ。名前はカニカンだよ。名前はかっこいいけど、なんか鼻二つあるし。これはバナナを食べるための花だもんね。それじゃ、へんてこ動物さんたち集合。ペンミさんが僕を睨んでる。一番のへんてこ動物さんはどれか、みんな LINE で教えてね。見てみて。わあ、これ、クモリン。これはね、クミカイオグシ。そうだ。